えっと、いそのエンフグタファミリーズ、キーンシップって何キーンシップ。これもちょっと待って、私初めて知った。語彙力がない。語彙力のなささをね、なささなさを痛感しますね。今日のこのウィキペディア。これ結構勉強になりますね。えー、キーンシップ。これ、えっ、ー、と、親類関係、血縁関係という意味があります。うん。えー、なぎえ。 なぎえな e n a little sister of なみへい and h へ i n o r i 's mother.、E、Norisuke Namino, Namino n o r i 's son and サザエ 's cousin who works for a newspaper publisher. Namino,、mm. Ta Namino、e、Nam Taiko, n o r i 's wife。いくらなみの。いくらちゃんが来た。のりすけ and i k o 's son. he is タラオズフレンド and he just say, ちゃん、and うん、これちょっと面白いね。えー、っと、イクラちゃんの説明のとこですね。のりすけさんと太鼓さんの、えー、息子さんです。で、タラオズ、タラちゃんの、えー、お友達、タ a r a o s f r and he just say, まあ、このね、イクラちゃんは、もうこれしか言わないと。ちゃん、はい、and ちゃんと、はいと、 ちゃんっていうかこれ、ちゃーじゃないのうん、ちゃんかな。ちゃんと、はいと、バブーしか言わないというふうに書かれてます。いそのもくず、みなもとのスタミナ。うん。なみへい 's Meiji Revolution Samurai Ancestor。こんなのあった Around the time of the Bone Festival, he haunts Nami へ 's dreams. こんなのあったんだ。 うん、お盆の時に非本、えー、これ本テッドマンションの本ですね、えー。まあ呪うというかね、こう取り掛かるみたいな、えー、波平さんの夢にね出てきた。海平磯の伊その海平、波平の twin old brother。波平さんのこう双子の兄、older brother か old じゃないね、えー。年上のお兄さん、双子のお兄さん。酒を フグタ。これさ、本当に、ローマ字読むと本当に読みづらいですね。その隣にね、カタカナというか、えっ、ー、と、日本語でね、書いてあるんですけど、これ見るとね、すぐさーって読めるけど、やっぱ、ローマ字読みづらいですね。えー、マスオスビッグブラザー。はい。マスオさんのお兄さん。ノリオフグタ。フグタノリオ。マスオスフュウ。はい、マスオさんの、えお、ー、い。 タイゾウ・イシダ、イシダ・タイゾウ、フネス・ビッグ・フラダ、えー、フネさんの、えっ、ー、と、お兄さんです。やばい、これすっごいまだある。ちょっと待って、今日これすごい動画長くなっちゃうから、でも、せっかくだから行くか。 はい。もうちょっと行きたいと思います。いささかファミリー。いささか先生のどこか書いてあるよ。南仏伊佐坂、いささか。いささか南仏。a novelist。はい。これね、まあ、作家ですね。who lives in the next house of 磯野ファミリー 's house。はい。next 隣。出てきたよ。えっ、ー、と、磯野家の隣に住んでいる novelist。作家の先生です。カル、いささか。いささかカル。南仏 's wife.who'ne's childhood friend. あ、そうなんだ。えっ、ー、と、いささか先生の奥さんで、船さんの、child o o d friend、幼少期の、えー、お友達浮う伊佐いささか、いささか s daughter。はい、えっ、ー、と、いささか先生の娘さんです。人ろ伊いささか、いささか人ろく、numberts' son。いささか先生の、えー、息子さんです。八、ち、いささか family's pet dog。いささか先生の、いささ家の、えっ、ー、と、 ワンちゃんね、ペットで飼ってるワンちゃん。はい、次。ハマ family, a next door neighbor of the Isono family. えっ、ー、と、イソノ家のお隣さんです。はい、next door neighbor ってこれ。あの、お隣さんですね。はい。ハマさん、an art painter. はい、えっ、ー、と、まあ、学科ですね。His given name is unknown. うん。 えっと、ハマさんで、his given a m e これ、えっ、ー、と、given a m e 授けられた名前ということで、これね、えっ、ー、と、下の名前のことですね。この、ハマさんは、彼の下の名前は、unknown. 分かっていない。という、明かされていない。ミツコハマハマミツコハマ 's daughter. A high school student.、えー、高校生です。ハマさんの娘さん。ジュリー。The ハマーファミリー 's pet dog. ジュリー。これ、ハマ家の、えー、ペットのワンちゃん。 はい。あーで、これで最後かな。うん、最後です。other characters. えー、その他のキャラクターたち。うん。grandpa ura 裏のおじいちゃん。誰だこれ。an old man who lives in a house in back of 磯野 family's house. えっと、磯野家の back of 裏、まあ、裏のって書いてあるけど、裏に住んでいる、えっ、ー、と、 オールドマン、まあ、老人というかね、オールドマンです。はい。これすごい関係代名詞の勉強になりますね。グランマ裏の、裏のおばあちゃん、おばあちゃんもいるんだ。裏のグランパーズワイフ、あ、裏のおじいちゃんのワイフね。はい、奥さんですね。サブロー、サブロー、The employee of Mikawaya who makes house calls for food orders. はい。本当にこれね、やっぱね、ローマ字読みづらいですね。はい。the employee, えー、これ、えー、従業員という意味です。はい。えっ、ー、と、雇う人は employer ね。で、employee になると雇われてる方。うん。で、えー、the employee of 三 i 屋、a、う、w、ん、このサブローさんは三 i 屋のあの従業員です。で三 m 屋っていうのは、えっ、ー、と、まあね、この、who makes で、つなげられてますが。house calls for food orders. えっと、なんだ。フードのオーダーをね、こう、受けたまわっている。りかのざわ、りか。w h of t a r s friend? えー、t ちゃんのお友達の一人です。りかちゃん。うん。たけお、w h of t a r s friend? えー、タラちゃんのお友達の一人です。たけおくん。ひろし、なかじま、あ中なかじまくん出てきた。カツ best friend and his classmate. えー、カツオの、もう親友で、えー、カツオのクラスメート。香り大空、大空香り。one of Katsuo's c l a s、えー、カツオのクラスメートの一人。早川。早川しか書かれてないわ。うん。下の名前ないね。one of Katsuo's c l a はい。えー、これ、この辺みんな同じですね。 花子花澤花澤さん来た花澤花子さん One of Kazuo's classmates who has a crush on him やっぱ乗ってるんだこれうんえっ、ー、とはい who has a crush on him これ crush ね car crash、えー、とか、えー、交通事故とかでも使われますがあの crush ね、えー、衝突とかの crush ですが。 誰かにクラッシュしてるってなると、もうその人にもう夢中という意味になります。風、えー、who has a crush on him? カツオに夢中というね。はい。花沢さんね。あの、いそなくんっていつもね、言ってますけどね。橋本。はい。one of カツオ s u s classmates. たくま西原。西原たくま。one of カツオ s u classmates. s classmates.teacher。カツオ teacher。Teacher. うん。先生としか書かれてないけど。堀川。one of ワカメちゃんのクラスメイト。スズコ・シオタ。シオタ・スズコ。ワカメズ・クラスメイト。みゆき。Of ワカメズ・クラスメイト。アナゴ。What、of マ,マスオ c コーワーク ers。アナゴさん,、うん。マスオさんのコ、えーワーク ers。これ。同僚です。というね。岡島、ジマ、えー。ワなみへいイ c コーワーク ers。ナミヘさんの同僚です。 荒巻 one of Namihei's co-workers. はい。Namihei さんの同僚です。金蔵ゆみず、ゆみず金蔵。あ、これ、書かれてないよ。第八、三河屋。あ、三河屋さんは書かれてる。The shopkeeper of 三河屋。あさきショップ。えっ、ー、と、作家の三河屋のね、えー、ショップキーパー。あ、あの、店主さん。店主でいいのかなうん、やっぱそうですね。小売店主。はい。 サンペイ、サンペイさんも書かれてない。金太郎花沢、花沢金太郎、花子 's father, <S both of the 花沢 real estate agency. はい。えっ、ー、と、金太郎花沢、花沢金太郎さんは、花子のね、花沢花子さん、あの、クラッシュしてるね、クラッシュオンしてる、えー、カツオ族に対してね、あの、花子さんの、えー、ファーザー、お父さんで、えー、 ボスです。えー、花沢リアルエステートエージェンシー。リアルエステートエージェンシーってこれ、不動産だよね。ちょっとょ、念のため確認していいですかうん。リアルエステートエージェンシー。そうだと思うよ。不動産だと思うけど。はい。不動産ですね。はい。花沢不動産のね、えー、ボスです。中島中島の、えっ、ー、と、おじいさん。はい。あとは、いかこ、うらしまさん。まくれ、用心、ひの。 ジョン、フグタ、ヒトデ、マチコ、ハセガワ。ハセガワ、マチコさんも出てきてる。うん。っていう感じで終わりになります。はい。いっぱいありましたね。うん。で、えっ、ー、とね、この i ィキペディは本当に面白いので、ちょっとぜひぜひ、えー、読んでみてください。あとは、えー、今日はね、ちょっと読まないんですけど、meanings of the names。えー、この、ね、サザエさんのこの名前の意味っていうのも、 英語で載っています。あの、船はね、ship とか。えっ、ー、と、マスオさんのね、マス means trout とか。こっちの方がちょっと勉強になるかも。うん。サザエ、えー、horned turban shell, a kind of sea snail とか、えー、タラ、cold fish, うん。波平、波 means wave とかね。あ、結局読んじゃってるけど。こんな感じ、すごくね、えー、勉強になるので、あとは、publishing of the ma... 発音がね、なかなかできない。 publishing of the manga.、うん、漫画のこととか、サザエさん on television、えー。テレビではこんなね、アニメのシリーズがあったり、ライブアクションシリーズがあったり、あとは other。えー、他にね、えー、こんなものがありますとか。 えっと、see also、うん、とはね、レファレンスとか、えー、たくさん載っていますので、えー、ぜひぜひですね、この wikipedia 結構ね、スルスル読みやすいと思います。で、あとは、意外とね、知らない単語とか語彙レベルすごい高いやつ。なんだっけ、さっきの。 あの一番、これうわーと思ったのがあのフランス語のやつそうフォーパーっていうねこれあの社,会社交上ブレーナーとかフォーパーとかねまあこういう単語もね,やっぱね覚えられないなかなか覚えられないなと思うんですけども,もうフォーパーはい今日はこれカツオくんのね言動のところで出てきました。よねねなののでこのカツオが、ね あの、なんか、ちょっと言っちゃえばいいこと言っちゃったっていう、ああいうのがまさにフォーパーなのかっていう、まあ、こういうね、イメージして関連づけて覚えることができるので、えー、結構ね、いいかなと思います。はい、ということで、えー、今日はもうこれちょっと分割して配信しようと思います、えー。何編かに切ってお届けしてきましたが、いかがだったでしょうか、まあ、こういうね、回もたまにあっていいかなと思うので、えー、ぜひ、まあ、こんな感じで、えー、毎日何かしら英語の話題を、まあ、その時のね、日本の話題なこと、トレンドとかに絡めて、 えー、関連付けてお届けしております。えー、ぜひぜひまたね、えー、チャンネル登録していただいて、えー、またお会いできたらと思います。あの、夏休みのね、英文法動画の方も順調に続いております。今日は 時制進行形、はい、現在進行形でね、えー、トイストーリー4の4キーを使いながらちょっとやっていったので、現在形との違いとかもやっていって、あっちもね、どんどんやりごたえ、見ごたえあるような内容になっていってるので、えー、そちらもぜひチェックしていただければと思います。それではまたお会いしましょう !See you tomorrow! うん、バイバーイ